明治学院大学の荒木真理子です。成城大学の東さゆみです。今回は山口特派員の代わりにボリュームたっぷり大満足のお蕎麦を取材してきました。それでは VTR ご覧ください。どう、初めてのリポート、緊張してるんですけどすごく楽しみです、ね、きっと美味しいものが食べれると思うからぜひ行ってみよう。はい、ね、あれやったの、びっくりした。美味しいロケがあるって聞きつけちゃったから、あ、来ちゃった一緒に行っちゃう。スタッフさんごめんなさい。実は今日美味しいお蕎麦屋さんって聞いたんで、ぜひ3人で行ってみます。私たちが向かったのは馬車道から入ってすぐのところにあります板そば葵。このお店ではどんなお蕎麦が食べられるんですか？ここではね、美味しい板そばが食べれるんだって。板そば、そう、板そば。初めて聞いた。早速はい、お待たせいたしました。こちらが葵名物の。そしてそしておつゆなんですが、なんと5種類もあるんだよね。はい、まずは基本のだしつゆとごまの風味たっぷりのごま汁、さらに新鮮な大和芋と卵を使ったつけとろ汁と風味豊かな蔵王地鶏刻み汁、そして野菜がたっぷり入った精進煮汁です。いただこうかな。この一番シンプルなね、そのだしがね、聞いてて、うん、おいしい。コシもある。コシがあっておいしい。麺の味わえるよね、多分。味わえる。よく絡んでる。いいね。何？すっごい濃厚。濃厚？なんかすごいいい匂いするし、なんかそばも負けてなくて、歯応えもあるね。ゆっくり。すごい。いろいろな。本当に硬い。すごい弾力があります。ね、本当に今ね、今ね、今ね、すごい人ばかりなんですよ。すごいね。すごい。私は地鶏のたっぷり入ったおつゆもいただきました。やつたが食べた精進汁も野菜がたっぷり入っていてヘルシーで美味しかったです。ごちそうさまでした。昭和はですね、やはりあのお蕎麦というのはあの日本の文化でちょっとわびさびみたいな、それは良さでもあるんですけど地味なイメージがあるんですが、あのうちのお店ではみんなでワイワイ楽しく華やかにあのちょっと肩の力を抜いて楽しんでいただくという。以上、荒木と東と板そば葵店長田原、やったがお送りしました。夏だ。なんでよ。え？何？あ、なんか私ちょうど TVK にいて、うん、でちょっと行っちゃおうかなと思って。あ、私も行きますって。ナイスタイミングだったよね。なんだよ。ちょうどお昼時で、もうみんなお腹ペコペコで行ったんですよ。そう、でもお蕎麦って結構ざるそばだと物足りない感じするじゃないですか。ね、まあね、でもこちらだとおつゆに野菜もお肉もたっぷり入ってるんで。本当に満足なんですよ。でもあれだいぶ量なんかあったのありましたよね。すごいね。いや、足りない。すごい。でも足りないぐらい。足りない。うん、あれで 3.5 人前だったんですけど、マキロンだけだったからね。やっぱりあれこういろんな味があるもんだからついついっちゃうの。そこも進んじゃうんですよ。しかも会話もすごく弾むんですよ。どれが美味しいよとか言いながら回したので、そうそう、回したりして、はい、楽しかったです。楽しいんですよ。いいね、うん、これ何、近いね、TV結構すごい近いですよ。近い。だから結構お店もこじんまりしてるんですけど、みんなで貸し切りパーティーとかもぜひぜひって言ってくださったんで、みんなで行きたいですね。僕あのこの前いつも通ってるんですけど、なんだろう、僕大体お蕎麦屋さん行くとね、あの日本酒でお蕎麦食べるんですけど、ここはどうなんですか、日本酒は。あ、こちらお酒も結構充実してて、じゃあぜひ行きます。はい、各
テルとかも飲めるみたいなんですよ。おしゃれですよね、お蕎麦とカクテルって。はい、お店の情報です、と定休日が日曜日なので気をつけてください、あと平日と祝日は営業時間が違います。地図は本当に TVK から近くて、館内の駅からも歩いてすぐなので、ぜひ行ってみてください。いいね、いくらでも食べられそうな板そば、ね、私もぜひ行っていきたいと思います。好きなんですね、そばも。そばの大好きです。やっぱね、はい、ぜひ行ってください。荒木さん、東さん、ありがとうございました。